ニュースをお伝えします。偉大なキム・イルソン主席の生誕111周年に際して敬愛するキム・ジョンウン総書記にラオス人民革命党中央委員会書記長のラオス人民民主共和国トンドンシスリット主席から花冠が贈られました。12日中朝ラオス特命全権大使が関係者に花冠を手渡しました。偉大なキム・イルソン主席の生誕111周年に際して12日敬愛するキム・ジョンウン総書記にマハムード・アッバスパレスチナ国家大統領から花冠が贈られました。偉大なキム・イルソン主席の生誕111周年に際して敬愛するキム・ジョンウン総書記に中朝外交団と武官団から花冠と祝賀の手紙が贈られました。12日、外交団と武官団を代表して、ロシア、ベトナムの両特命全権大使と、キューバ大使館付き武官が関係者に花籠と祝賀の手紙を手渡しました。またこの日、キム・ジョンウン総書記に、中朝ベトナム社会主義共和国特命全権大使から花籠と祝賀の手紙が、ブラジル連邦共和国大使館から花籠が贈られました。朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会副委員長のキム・ドクフン内閣総理が、平壌市ソポ地区とファソン地区の住宅建設の状況を現地で把握しました。キム総理は、ソポ地区のニュータウンの建設現場で青年建設者を励まし、青年を意気健康させるより迫力のある政治活動を展開し、能率的な広報を極力取り入れ、設計、建設監督機関の役割を高めることに触れました。また、観光を控えたファソン地区の第一段階住宅建設現場では、新居入りする人たちに何の不便がないよう、すべての建築と要素を完成し、食堂など構成施設の運営準備を着実にすることを強調しました。現地で協議会が開かれ、相応の対策が講じられました。これに先立って、キム総理は、チョンリマ製鋼連合企業所の生産実態を現地で把握し、重要プロジェクトの建設に必要な鋼材を十分生産することに触れました。偉大なキム・イルソン主席の生誕111周年に際して、労働党の政策の実行で際立つ功労を立てた人たちに国家表彰が授けられました。国家表彰授与式が12日、マンステ議事堂で行われました。朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会第一副委員長の最高人民会議常任委員会チェ・リョンヘ委員長と功労のある人たちが授与式に参加しました。朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議常任委員会の政令をチェ委員長が読み上げました。キム・イルソン勲章がリ・サンホさんのほか2人に授けられました。朝鮮民主主義人民共和国労働英雄の称号が土と鎌の金メダルと国旗勲章第1級とともにキム・ドンフンさんのほか3人に授けられました。キム・イルソン賞がリュ・イルナムさんに授けられました。偉大なキム・イルソン主席の生誕111周年を迎え、第8回4月の春人民芸術祭が平壌で盛大に開会しました。各芸術団と芸能宣伝隊の芸術家と機関、工場、農場などの芸術サークル員が参加する祭典は、専門家と非専門家の部類に分けて行われ、マジック祭典も行われます。12日の夕べ、平壌市青年公園野外劇場で開会式が行われました。鉄道省女性ブラスバンドの迫力のある演奏が雰囲気を盛り上げる中、市内の女性同盟員と青少年が踊りの輪を広げ、祭典の参加者を熱烈に歓迎しました。李尊博内閣副総理、党中央委員会チョン・ギョンチョル副部長、関係者、最多の参加者、平壌市民が開会式に参加しました。祭典組織委員会委員長のスン・ジョンギュ文化相が開会の辞を述べました。
孫文化省は偉大な金正恩主席の生誕111周年を迎えて盛大に行われる第8回4月の春人民芸術祭は太陽称賛の大政治祭典で、代を継いで指導者に恵まれた社会主義の我が祖国だけにある父の祖孫特有の芸術祭典だ。この度の祭典が金正恩主席の偉大さと不滅の革命業績を高らかに歌い上げ、偉大な金正恩時代に日増しに発展する父の芸術の真骨頂を世界に誇り示し、社会主義強国づくりに励む祖孫人民を大いに励ますものと確信する、こう述べ祭典の開会を宣言しました。歌祖国賛歌が演奏される中、祭典の旗が掲揚されました。多彩なイルミネーションとライトアップで飾られた式場で、マンスデ芸術団、国立交響楽団をはじめ、中央の芸術団体と青年中央芸能宣伝隊の公演が披露され、開会式に彩りを添えました。各国で偉大な金正恩主席の生誕111周年記念の催しがありました。ネパールとアルジェリアで主席の業績についての討論会が、チェコで主席の業績についての討論会と映画会が、デンマークで講演会が、モンゴルで祝電を採択する集いと図書展、映画会が行われ、各界の人のほか市民多数がこれに参加しました。映画会では世人が称えてやまない金正恩主席の偉大さを見せる映画と、社会主義の体制下で思う存分才能を伸ばす祖孫の子供たちの幸せな姿を見せるビデオが上映されました。催しで発言した人たちは、金正恩主席は生涯を閉じるまで国と人民のために全てを尽くした不世主の愛国者で、世界自主偉業に多大な貢献をした真の国際主義者だ、主席の偉業を受け継ぐ金正恩総書記がいて、祖孫人民はあらゆる試練と困難を乗り越え、社会主義偉業を必ず実現するだろうと述べました。以上でこの時間のニュースを終わります。菅総理がお伝えしました。こちらは祖孫の声放送です。友の歌を歌、人民皆が歌う歌、忠誠の歌。父58年1969年作のこの歌は、国の解放と人民の自由と幸せのため、社会主義偉業の勝利のため全てを捧げた偉大な金正恩主席を永遠にしたい高く仰ごうとの祖孫人民の熱い思いを歌い上げています。歌は自分の指導者への限りない忠誠心を持って社会主義強国づくりに奮闘している祖孫人民の胸にしまわれ、今も広く愛称されています。では在日朝鮮人歌手のキム・ミョンヒュンさんが日本語バージョンのこの歌を歌いますので、じっくりご鑑賞ください。
版の笹の歌をお送りしました。人民から授けられた大元帥の称号。偉大な金正恩主席は朝鮮人民が5000年の歴史で初めて迎えた民族の太陽でした。主席が誕生した20世紀前半、朝鮮人民は日本帝国主義の植民地支配下で国なき民の運命を強いられました。5000年の悠久な歴史と民族文化が光を失い、祖先の言葉と文字、名字と名前まで抹殺され、祖先という国が丸ごと死滅する危機に瀕していました。このような時、金日成主席は国と民族の運命を一心に担って革命の道に出立ち、自主独立の旗のもとに日本帝国主義との全面戦争を宣言しました。国家的広報や政権の支援もなしに完全武装した日本帝国主義に立ち向かって勝利できると思った人はほとんどいませんでした。しかし主席は20年間の抗日革命闘争を勝利と導いて、祖国解放の歴史的偉業を成し遂げました。解放後、主席は革命武力を政権論に発展させ、1950年代の祖国米軍戦争を勝利と導きました。小銃と原子爆弾の対決ともいえる3年間の戦争の全期間を通して、主席は主体的な立場に立って祖先の地形と現代戦の特性に合う独創的な戦法を編み出し、人民軍と人民を戦争勝利へと立ち上がらせ、世界最強を豪語するアメリカを打ち砕きました。その後、主席は一等百のスローガンを示し、人民軍を政治思想軍事技術の面でしっかり準備した必勝腐敗の革命強兵に育てました。また敵対勢力の必要な戦争挑発策動に対応して、経済建設と国防建設の並進路線を示し、強力な自律的国防工業を建設するための戦いを精力的に導きました。主席の導きのもとに、朝鮮人民軍は強力な攻撃手段と防御手段が兼ね備えた現代的な正規軍、無敵必勝の将兵に名を馳せました。古今東西のどの偉人も比肩できない天才的な知略と卓越した傭兵術、無比の戦力で強大な日米の両帝国主義を打ち砕いて、国と人民の運命を救い固く守り抜いた金日成主席、国と人民に不滅の業績を成した主席に、朝鮮人民は1981年、1992年4月13日、朝鮮民主主義人民共和国大元帥の称号を授けました。人民から授けられた大元帥の称号を、交代してお話ししました。お望み音楽の時間が参りました。はい、今日のこの時間は東京都の鈴木裕太さんが久しぶりの電子メールでリクエストなさった歌、春芽に乗った娘をお送りしようと思います。ではまず歌詞のご紹介です。1番、職場の友達、私のこと春芽に乗った娘ですって、仕事をテキパキ片付ける、手さばき誰もかなわない、だだ春芽に乗ったのよ。2番、今日も先に出勤すると新聞に私のことが載ったの、飛躍の時代にひた走る青春にくれる表彰なのね、だだ春芽に乗ったのよ。3番、想像で湧き立つこの時代、私がもらった素敵な呼び名、将軍くれた春芽に乗り、一生その名を輝かそう、だだ春芽に乗ったのよ。では女性読唱でお送りします。歌えるようになっているので、ご一緒に口ずさんでみましょう。
で体を通る まるでよ気にしないほどそんな感想によりよ軽い気持ちを春眠に乗った娘いかがでしたか。では次のこの時間をお楽しみに。さようなら。お楽しみに。さようなら。